ばんは。メイクしてます今日ちゃんと。わかるかな、してるの。こんばんは。わかるか。メイクしました朝の9時ぐらいに朝の9時ぐらいにメイクした声がおかしかった今めっちゃ。こんばんは。仕切り直して。こんばんは。調子はどうかな。調子ですか。調子はどう。特に問題ありません特に問題なし。特に何もないかな。こんばんは。私がでもそう体調崩すことあんまりないから、まあいつ崩すかわかんないですけど、そんなそういうこと言っといて、けど本当にないんですよ。今日はねアイラインうまく引けたの。伝わる？そう、でもめっちゃメイク濃いってママに言われた。妹のママにメイク濃くないって言われた。こう言って言われました。特に何も変わってないんですけどね。メイク濃くないって言われた。そう、濃いらしい今日。自覚なし自覚なしの。油揚げありがとうございます。ありがとう。そう、今日は濃いねって言われた。言われてみたらそうですか。私本当いつもと変わんないんですけどね。別にそんな特に変わりなしって感じですけど。こんばんは。やっほー。そうだ、オンラインチェキ会みたいなやつ、なんか再販があるらしくて、二次販売でしたっけ、があるらしいです。ぜひ写真撮りましょう。ぜひぜひ。ぜひぜひ。今日はねお墓参りに行ったんですけど、なんかお墓参りに行くとすごい夏休み感を、すごい夏休みをすごい感じてしまった。なんかわかります？お墓参りすごいなんか連休って感じじゃない？すっごいなんか今日夏休みを感じた。
ばんは。あ、初見の方だ。ありがとうございます。SK48 チーム S の石黒月です。ありがとうございます。ありがとう。髪めっちゃサラサラ。え、でも切ったんですよね。だからだと思うな。髪の毛切っちゃったから。多分余計に。短いとさ、なんか多分サラサラに見えるんですよ。今日は8時までショールームしたら15分ぐらいインスタライブをしようかなと思っております。そういう予定。今日はアイスありがとうございます。ありがとう。こんばんは。やっほー。そういうスケジュール。今日でも暑かった。めちゃめちゃめっちゃ暑かった。日焼けしたでた。今日絶対焼けたもん。絶対に焼けた今日。マジで最悪だって言いながらも日焼け止めも何も塗らない人だから、それ焼けてもしょうがないよ。日焼け止め塗るのめんどくさい。だから塗らない。意地でも。もう極力日陰にいました。日陰に瞬間移動。いや絶対でも焼けた気がするな。黒いもん。日焼け止めって塗るのめんどくさいんですよ。だからどうにかしてでもなんか他にありそうと思って。そうそう、だから日焼け止めは塗らないっていう謎のプライド的なものがあって、それで塗ってません。こんばんは。今日は皆さん何をされていたんですか？でももう今日から仕事みたいな人もいるのか。いますよね多分。お仕事お疲れ様です。でもすぐお盆休みが始まるみたいな感じ。一旦仕事に行って。お盆休みがあって仕事行ってみたいな感じかな。お墓参り一緒だ。仕事してました。お疲れ様です。大変だこんな。ゆずは次はね12日かな、お仕事の日。そう、明日休みの12、13お仕事して、またしばらくない。悲しいスケジュールがなさすぎて。今週ももう今日明日か明日ゼップの予定だ
でしたの。絶品の予定だったけど延期になっちゃったし。こんばんは。やっほー。暑い。あったかい飲み物好きだからあったかい飲み物めっちゃ飲むんですけど、暑い。22日が公演の予定だね。あ、そうですね、さっき発表されてましたよね。そう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 、8月の22日が次の公演。2週間後だ。めっちゃ遅い。2週間後 ?2 週間後にやっと踊れるの？私が。かなり先じゃないですか。2週間もあるんだ、まだ。長っ。長いな。こんばんは。22日か。めちゃめちゃ長い。でもね、もうね、周年コンサートのセットリストも来て、もう覚えなきゃーって感じです、メンバー的には。だからね、やばいです、やばいです。そう、でももうあと1ヶ月ちょっとしかないから、まあそりゃそうなりますよね。だって次私が覚えなきゃいけないのは周年だから。やばい。一言言いますけど、周年やばいですからね、皆さん。やばいですからね。これしか言えないけど。やばいですから、周年。お楽しみに。やばいですからね。いや、でもまあさすが周年だって感じですけど、なんかだんだん、なんか毎年やばいけど今年やばいですよ。私もついていけるか不安だもん。もうまだリハも何も始まってないけど、私ですらもうついていけるかが不安。あ、赤と黄色のだるま、ありがとうございます。ありがとう。いや、でもなんか、ま、周年って毎年あれですよね、毎年なんかだん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 忙しくなるイメージ。ブラボー、ありがとうございます。あとハートもありがとうございます。可愛いのギフトもありがとうございます。ありがとう。いや、去年、なんか去年でもエグかったけど、そうだし、周年が終わったと思いきや、もう次ゼップもあるしね。大忙しだな、やっぱこういうこの時期は毎年やっぱ何かしら覚えなきゃいけないから大変だ。
暑い、この部屋。自分があったかいもの飲んでるからかな、めっちゃ暑い。今日はね、スタバのマグカップ、最近かっこ最近使ってなかったやつそう、かっこ最近使ってなかったやつ。もう2ヶ月ぐらいしまってあったやつをなんか使ってあげようって思って使ってますミルクティー、そうです、ミルクティー飲んでます。こんばんは。そう、これはお父さんにおねだりしたやつです。欲しいって、本当は違うやつが欲しかったんですけど、なんか私が最初欲しいって言ったやつがなんか洗うのがめんどくさいって言われて、なんかこれで我慢しましたそう、あのスタバ買う時のショートサイズと同じサイズのマグカップです。一番ちっちゃいやつ。一番ちっちゃいやつを買ってもらいました。スタバのマグカップって可愛いよね。なんで今日そんなメイク濃く見えるんだろう。自分でもなんか思ってきた。なんでだろう、謎だな。どうして、これでも何も変えてないんだよな。何も変わってない。でも目がめっちゃ濃く見える。なんでだろう。そう、でもね、なんかまつげパーマが下がってきて、でも今月もうなんかそういうライブとかがないから行く理由もない、なくて、そうだからね、今月はちょっとパスして、次9月の末に周年コンサートが2日間あるので、それのために9月に撮っておこうと思って。そうだから今月はちょっとお休み。そう、でもね、だいぶ下がってきてね、めっちゃメイクしづらい。まつげだけ、おー、びっくりした。そう、めっちゃメイクやりづらい。やっぱ最初とかし始めたまつげパーマして次の日とかめちゃめちゃメイクしやすいんですけど、上がってるからね。けど今はもうね、だんだん下がってきて、まつげが。まつげパーマするとやっぱ楽、めっちゃ楽です。メイクが早くなる、早く終わるし、なんて言うんだろう、すっぴんの時もまつげが上がってるから目はちょっとだけ大きく見えたりとかする。メリットたくさんよ、まつげパーマ。迷ってる方いたらやってみて、一回やってみると、でもハマっちゃいそう、ハマると思います。私はもうまつげパーマしかって思っちゃってる。ビューラーいらない、ビューラーはね、やらない方がいい。もうなんならもうずっと私2ヶ月ぐらいビューラーしてないです。アイラインめっちゃ綺麗に引けてる。そうなんだよね、今日めっちゃアイライン成功、成功の日。わかるか、この目尻に引いてるんですけど、ここアイライン。
そう、私ビューラー、そうめっちゃ苦手で、よくまぶた挟んじゃうんですよ、ビューラーしてると。けどそんなこともなくなるし、メイク早く終わるし、もういいことしかない、まつげパーマ。なんか最近でもセルフでできる、自分でできるまつげパーマがあるらしいんですけど、でもやっぱ危ないらしい。なんかね、やっぱそういうできる人にお願いした方がいいみたいなで聞いた、ネットで。いや、ビューラーもうねずっとやってない、ほんと。こんばんは。こんばんは。あ、光強いかもしんない、もしかしたら。それもありそう。どこだっけ、ここか。いや変わんないな別に。あ、でもこれぐらいでいいか。こうしたらそんなに濃く見えない。こんばんは。今日はたくさん寝ちゃったから夜寝れなさそう。昨日も全然寝れなくて、寝たの3時半。もう日付超えちゃってる。そう、寝れなくて。てか昨日足つると思ったんですけど、つらなかった。すごいつる感覚がしたんですよ昨日。もしかしたらつるかもしれないと思ったけど、釣らなかった。危ない。ワンピースですか。そうです、そうです。もう明るくなってた。明るくまでは言ってないけど、なんかでも不思議な気持ちになった。3時半に起きてるって思ってると。ひたすら携帯触ってました、寝れるまで。うん、初見の方ありがとうございます。 SK48 チームスのしぐれずきです。ありがとうございます。ありがとう。あ、油揚げありがとうございます。かわいい。台風の低気圧、片頭痛は大丈夫だった。今日は別に頭痛くなかったけど、やっぱでも病は気からっていうじゃないですか。だから頭痛いと思っても思わないように極力してるけど、やっぱり痛い時は痛いよね。でも今はそんな気圧も別にいつもと変わんないから今は大丈夫です。そう、やっぱね、そう気圧が低いっていうのを知っちゃうと、あ、やばい、頭痛いかもって思っちゃうから、極力思わないようにしてます。頑張って。あとすぐね薬を飲まないようにしてます。頭痛くなっても、そう、我慢我慢。
油揚げがまた来た、ありがとうございます。かわちぃこんばんは。やっぱ薬飲みすぎちゃうとなんかそれで治らなくなると怖い、怖いっていうか治らなくなると、私も私で困っちゃうので極力飲まないようにして耐えてます、必死に。もう時間が経つのを待つのも。こんばんは。すごい今日泣いてくる犬が。どうしたんだろう。こんばんは。うわ。犬元気です。こんばんは。とりあえず寝るわ。あの確かに時間は経ってくれるし、何か治ったりとかするし、素敵ですね。やっぱ寝るのはいいんだな。身長は伸びるし、やっぱ暇があったら寝るしかないのかな。でもなんか寝すぎると、あーなんかもうこんな時間だとかになっちゃう、いつも。でもお昼ご飯とか食べてからの3時半とかから寝るの大好き。あの時間帯から寝るの。3時半とかから5時ぐらいまで寝ちゃう、あの絶妙な時間に寝るのめちゃめちゃ好き。よくやっちゃう。こんばんは。やばい、蚊に刺されたかも、かゆい。そう、朝すごい寝る、朝っていうかお昼まで寝るのもめちゃめちゃ好きだけど、お昼ご飯食べてからのお昼寝もめちゃめちゃ好き。まあ、どの時間に寝るの、寝てもめちゃめちゃ好きなんですけどね。こんばんは。今日のルーティーンとは、あ、今日やったことってことですよね。今日やったことは、朝何時だっけ、昨日は違う、今日は3時半に寝て、何時だっけな、8時半に起きました。朝で朝ごはんを食べて、違う、朝ごはん食べる前にメイクをしようと思ってメイクしててで朝ごはんを食べて、またメイクして着替えてお墓参りに行きました。家族と
おじいちゃんとおばあちゃんと親戚と。でお昼ご飯食べてまた別のところにお墓参り行って帰ってきたって感じです。そんな感じ。ザ夏休みって感じの一日でした特になんかめちゃめちゃ疲れるようなこともしてないけど、もう行き帰り爆睡、車の中で寝ちゃった。お父さんには申し訳ないですけど行き帰り寝てましたでも車の中であのあれ見てました。高校野球だっけ、高校野球見てました。なんか高校野球見てるとやっぱ自分とさ同い年の人しか出てるわけじゃないですか、高校3年生だから。すごい不思議な気持ちになる。頑張ってください今日からですよね、高校野球って。甲子園だっけ。一日胃もたれしてました。うーわー、しんどい。それは胃もたれってめちゃめちゃ嫌じゃない。私も胃もたれした時もどうしようってなってたもん。私は何したらいいと思って、なんかひたすらなんか苦しんでた胃もたれ。胃もたれした時ってなんかもう全てのやる気を失ってしまうよね。まあ何でもそうか。胃もたれってレッスン切り上げて病院行ったやつ。あ、それは食あたりですそれは食あたりだけど、私が最近胃もたれしたのは4月半ばとかかな。めっちゃ気持ち悪かった。それは食あたり。そう、なんかもう倒れそうになりながらレッスン場に行って結局すぐ返されたっていうやつね。そう、マネージャーさんが優しかったですすぐ連れてってくれて病院に。あ、食あたりですねって言われて、そのままタクシーで帰りました、家まで。なんで言ってもたれるんでしょう。いや私が知りたいよそんなの。私だって最近もたれしたくないのにさ、甘いもの食べただけでちょっとうってなるから、やっぱダメだね。甘すぎるものとか食べちゃうと私多分結構やばいかも、もたれする。なんか脂っこいもの食べた時よりも甘いもの食べて胃もたれする時の方が、胃もたれ仕掛けちゃう時の方が多い気がする。こんばんは、やっほー。そう、ちっちゃい頃結構割と最近まで、そのちょっとあの汚いことになっちゃうんですけど、吐き方が分かんなくて、そうよく吐きそうって気持ちになるじゃないですか。でも私いざ吐こうとすると、え、どうやって吐けばいいのみたいな、ママにめっちゃ言ってた。え、吐くって何みたいな、どうやってどうしたらいいのみたいな言ってたそう、まさかやり方が分からないっていう。そう、最近やっと分かったけどそう、分からなかったですね。まあ良くないですけど吐くのはいいことじゃないから、そんなね
あれだけど。前は指使ってた。指何もう突っ込むってこと、手に手を、やだー、そんなの考えたくなかった。うわお、いやすごい頭の中で考えちゃった。でもう無理やりこう突っ込んじゃうんだ、やだー。わお、危ない危ない。やだ、そんな大人にはなりたくない。私そんな無理やりさ、やだよ、気をつけよう。私は今誓った心に やだよ、気をつけてください。みんなもそんなやめてください やめてください。もう健康にしてください。やだやだ、ね、気をつけてない。そんなんなんですか、みんな。当たり前なの？やめてください。タコありがとうございます。ありがとう。やだ、なんかもう。試験の方ありがとうございます。 SK ホテルとチームエースの石倉ゆずきです。ありがとうございます。ありがとう。車は基本後部座席乗る。そうです、基本後ろの席。パパの車乗る時もママの車乗る時も絶対後ろの席座ります。でも気分でたまに助手席乗ったりとか、後ろに荷物を置きたい、たくさん置いてある時は助手席乗ったりとかするかな。もうよ、39分や、早っ。でもなんか助手席はなんか窮屈に感じちゃう。そのなんか足が伸ばせないからなんか狭く感じちゃうけど、でもなんかいいよ、たまに乗りたいって感じ。助手席は、うちはもういつもは後ろの席でいいやと思っちゃうけど、たまに乗りたくなる助手席。なんか思いません？なんか助手席ってなんかこういう仕切りみたいなのあるからかな、すごい狭く感じちゃうけど、なんか後ろの席も後ろの席ですごい揺れるんですよ。特にママの車すんごいなんかグワングワンになる時あって、まあ乗り物酔いしないから別に大丈夫だけど、そう乗り物酔いする人とか多分結構危ないよね、こう、その後ろの席とかは。そのママの車すごい揺れるんです。なぜでしょう。ちょっとよくわかんないけど そうで、基本はママの車は音楽かかってて、パパの車はテレビです。
すごいドンってなった。びっくりした。言わないの羨ましい。そう、乗り物用意しないんだよね。するってなってもなんかもう船とかも独特な揺れの時だけかな。船ってさ、すごい なんかもう日によって違うじゃないですか。すごい波が大きい時もあればちっちゃい時もあるし、なんかそういうのは基本、まあ船あんまり乗る機会ないけど。船乗ったことあるの？あります。船あるある。昔だけど、 SK 入ってからはもうちょっとしか乗ったことないけど、昔はよく乗ってました。あるよ、船乗ったこと。でも船はなんか気持ちの問題な気もしてる。すごい、あ、やばい、気持ち悪いかもって思うとさ、え、やば、なんか多分本当にそういう気になっちゃう気がしてます、船は。いや、私だけかな。船ってあまり乗る機会なくない？なんか昔よく日間賀島に行ってて、そう、それで乗ってました、船。新幹線で物を食べると言わない？言わないですね、全く。新幹線って別に揺れなくないですか？ずっと乗ってるだけじゃん。ずっと乗ってるだけだから、新幹線揺れたってあんまり思わない気がする。私だけかな。全然なんか新幹線が揺れたって感じ全然しない。新幹線はでもたまにだけど、私こうやって寝れないんですよ。こうやって寝れなくて、新幹線なんか机をこうやって寝たいんですよ。だからこうやって寝るとたまにうーってなる時はある。名古屋着く寸前とかに起きるとウェイってなるけど、でもこういう時は別にこういう風に乗れないんですけどね。この間新幹線でお手紙書いたけど、思ってたより揺れた。嘘、でもめっちゃ字綺麗ですよね。羨ましいよ。そのいつもお手紙見てるけど、めっちゃ字綺麗すぎて、私もそんな字綺麗になりたいと思う。新型の新幹線に乗りたいの。いやでもね、新幹線ね、そう、この間もう唯一の大阪の思い出が新幹線が新しかったことっていう、それだけですね。ほぼライブ以外での思い出、新幹線が新しかった。帰りだけね。帰りだけすごい綺麗でした。もう入った瞬間から違いました。なんか色がね違ったのよ、座席の。なんか明るいなと思ったら違った。そう、各座席にさコンセントあるのも私からしたら超ありがたいんですけど、それだけでさどれだけの人が救われるかよ。コンセントって素敵よね。もっと早くからつけてほしかったな。私本当にあの充電に厳しいので、そう、だから新幹線のグリーン車で芸能人探す遊びしたことありますか？それはないけど、東京とか品川とか原宿渋谷とか行った時はまあワンちゃんいるだろうなと思ってキョロキョロしてますいつも。でもなんかなんとなく分かる時もありますよ。なんかそういう雰囲気が漂ってるっていうか、なんかやけにすごい変装してたりとか、マスク眼鏡帽子みたいな、もう3点セットじゃんそんなの。いやでも多分気づいてないだけで絶対すれ違ったりとかしてると思うよ。私はもう
そうキョロキョロしてるそう東京とか品川とか行くと思う、多分ね絶対いると思う。芸能人見つけたら声かけるの？私一回本当にすごい好きなモデルさんがいて、今も好きなんですけど、会っちゃったんですよ。遭遇してしまって、しかも3人ね。でその時は私1人じゃなくてあやかぴょんと一緒にいたので、目の前にいて声が出なくて、えみたいな、えみたいな感じになっちゃって、どうしようみたいな。であやかぴょんにすぐ言ったんですよ。どうしよう、いるんですけどって言ったら、話しかけなよみたいな言われて、でも無理ですみたいな言ったら、スターあやかぴょんが最初に話しかけてくれて、そう握手してもらいましたそう強運でした。今思えばもうすごいあやかぴょんの真似うまいとはとは、あ、素敵な方ありがとうございます。 SK48 チームメイトの石黒ゆずきです。ありがとうございます。あ、ゆずは別に話しかけられても全然大丈夫。まあなかなかないですけどね。私なんか逆にこっちから気づいちゃう時もあるんですよ、ファンの人のこと。そうだけど特に何も思わん。気づいたら気づいたら別に なんか話しかけてくれてもいいし、そっとしといても全然、もうそこは個人にお任せします。でも東京とか行くと本当に合います。結構私はなんか経験あるけど、なんかよく見るといるそうよく見るといます。結構あみたいな。そうよく見るといますよ。そう集中してみるとね、そうちゃんとこう目を凝らしている言います。結構電車の中とかね、電車の中とか駅とか、そう改札あたりとかそうそういうとこ見ると意外といらっしゃるさすが特技が人間観察なだけある。いや本当に本当それだよね。私もさ無意識なんですよ、見ちゃうの。そうめっちゃ見ちゃうんですけど、めっちゃ無意識、なんかそんな見てるつもりないんですけどね。そうめっちゃ見ちゃう。こんばんは。あと10分だ、ショールーム10分したらインスタライブに移動します。そう8月後半とかはもう多分周年で忙しくなっちゃうから。今できることやっておきます。インスタライブもねあんまりやんないけど、でも最近割とやってる気がするな。意外と頻度多いですよね、私がインスタライブやる。ちかさんと遭遇して手を振り合った思い出ある。強いエピソードじゃん、そんなの自慢じゃん。強いですね、強強だな。
ストリが来たってこと。ストリはもう来てます。結構1週間持ったな。1週間持ったけど、でもほんと4日前ぐらいに来た。そうでもなんかやっぱりストリが来てもなんか結構なんか踊ってる曲数も増えてきて、最近はあんまりこれ踊ったことないって曲がそんなになくなった気がする。ワクワクするセトリですか。まあそうかな。どうだろうね。いやでも楽しいと思います。きっと楽しいであろうコンサートになるでしょう。アイスクリームありがとうございます。ありがとう。こんばんは。前髪が気に入らなさすぎてめっちゃ今日直しちゃうんですよ。そういうずっとこうやってやってたらママに何回直したら気が済むのって言われた。何回直しても気は済みません。気になって仕方がない。うん、油揚げありがとうございます。ありがとう、連れてきた。ありがとうございます。こんばんは。やっほー。油揚げはどこから来たの？どこから来た？名前の由来ってこと？名前の由来は油揚げの色に似てるからです。だから油揚げって名前にした。私なんかインパクトあるくないですか？だからそういう名前にしたの。油揚げかいなり寿司か迷ったけど、あとなんかもう一個食べ物の名前にしたくて、そうけど油揚げにした。かわいいでしょ。かわいいでしょ。そんな語呂がいいじゃないですか、油揚げって。そうでもいなり寿司もいいけど、やっぱなんか油揚げみたいな良いでしょ。もうすぐ5000人だ。早っ。早い。いなり寿司は好きなの？好きです。いなり寿司って美味しくない？まあ別に回転寿司行っても食べようとは思わんけど、あの出てきたら食べる。全然回転寿司でいなり寿司頼む人もいるか。まあ私は食べないです。私は食べません。いや美味しいのはすごい分かるんだけど、回転寿司で食べるっていうその理解ができないですね私は。わざわざ選ばないよね。そう、そこなんよ。いや私はなんか回転寿司に行ってお寿司食べに来てるわけだから、お寿司食べたいじゃないですか。そうそう、結局コンビニとかでも買えちゃうじゃないですか今いなり寿司って。そうだから
そんな回転寿司で頼んだことないなりずし。